皆さんこんにちは、上芝居しなちゃんです。上芝居しなちゃんのあつこ話、平日夕方晩御飯前の時間に上芝居のお話をお届けしています。さあ、ゴールデンウィークステイホーム週間、お家で過ごすゴールデンウィークを少しでもみんなと一緒に楽しみたいということで、さあこんな企画を今開催中でございます。あつこ話ゴールデンウィーク企画、その名もでーん、みんな色のアマビエ塗り絵大根。そうなんです、ね、この日本の海の妖怪、この絵を見せると疫病が払われるよと言ってですね、現れたこのアマビエ、私はここにこうやって塗ってますけども、ぜひ皆さん思い思いの色でカラフルに仕上げていただいて、これを私に送ってください。そうすると5月4日の夏子話でこの皆さんのアマビエがこの紙芝居の中に大量発生することになってます、ね、この中に大量発生させて疫病、ね、新型コロナウイルスのこの感染症をバーッと見て、おお、払っちゃいましょう。このアマビエ塗り絵はですね、概要欄にダウンロードの URL を貼ってありますので、そこからダウンロードしてもらって、皆さん思い思いに塗って、これをスキャンしてデータ化してメールアドレスに送ってください。ぜひぜひ皆さんのこの素敵なアマビエをお待ちしております。そう、実はね、早速いろんなところからこのカラフルなアマビエが私のところにやってきてるんですけども、もう早くね、5月4日に皆さんにお披露目するのをとっても楽しみにしているんですが、まだまだ欲しい、まだまだ大量発生させて、みんなで新型コロナをバッと払っちゃいましょう。ということで、皆さんのこの塗り絵のご応募お待ちしてます。今日のお話ですが、久しぶり神様紙芝居と参りましょう。日本にはたくさんの神様、八百万の神様がいますが、その中でもとっても強い神様が出てくるお話を今日はお届けしようと思います。こんなタイトルをつけました。でね、日本の神様のたけるみち。たけるみち、なんかこうたけだけしいというか、かっこいい感じがしますけどね。たける道、これを漢字で書きますと、こう書きます。ね。たける道。つまり、今日の神様紙芝居は、武道の神様です。ね。この夏子話をご覧になっている皆さんの中で、きっと柔道とか、剣道とか、合気道とかをされている方多いと思うんですね。あとは、5月5日は子供の日です。兜を飾る方もいらっしゃると思いますけれども、こういった、武道を司る神様というのが日本の神様にはいるんです。で、2人登場するんですけども、まずその神様2人をご紹介したいと思います。まずは竹三日土の神。実はこの神様、雷の神様でもありますよ、ね、雷ってこうこういう音がしてちょっと怖い感じがします。でも怖いけど強い、そんなイメージもありますね。まあ、そんな強さをイメージするときに、竹三日土の神を皆さん覚え出してくださいね。竹三日土の神。そしてもう一人、ちょっと名前が似ておりまして、竹三日の神。ね。竹三日土の神と竹三日の神。この二人の武道の神様が登場するお話をこれからご覧いただこうと思います。さあ、この竹三日土の神と竹三日の神、二人の武道の神様が一体どうやってお話を進めていくのでしょうか。日本の神様の竹る道の始まりでございます。さあ、最初に出てくるのはこの女性の神様、太陽を司る天照大御神の、とある気まぐれから始まります。はあ、暇暇、ああ私とっても暇なの、何にもすることがないわ。そう、天の国でもお姫様は暇暇を持て余しているのです。さあ、アマテラスはとってもとっても暇すぎてこんなことを思ってしまいました。
地上を見下ろしていたアマテラスはこう言い出したのです。ねえねえねえ、そこの地上の国とっても素敵、私この国欲しいなと言い出したのです。神様はびっくりしました。アマテラス様、いきなり何をおっしゃいますか。地上には地上をちゃんと治めていらっしゃるそれぞれの神様がいらっしゃるのです。我々天の神様が行くところではございません。だってさ、地上って住みやすそうだし面白そうじゃない。欲しい欲しい欲しい。お姫様というのはどの世界でもわがままなんです。それはどうやら神様の世界も一緒みたい。天の神様たちはこの気まぐれなアマテラス大御神のたった一言をきっかけに、それぞれがバッと集まって神様会議を開くことになりました。どうしたらよいかの。アマテラス様またそういうこと言い出したぞ。天と地はすごく離れているからな、我々が地上に降りることはできないんだわ。そうやって神様たちが会議を開き、まず最初にこの神様に、おい雨の穂ひ、お前さん地上を偵察しに行ってくれと言いました。雨の穂ひという神様はアマテラスの息子の一人です。母上、かしこまりました。息子の私が地上に行って偵察してまいりますと、雨の穂ひは地上に降りました。さあ、そして地上に降りた雨の穂ひ、地上の神様大国主を見ると途端に、まあ大国主様、あなたはなんと立派な国を治める神様でございましょう。地上はあなたのような神様が治めるべきなのです。私たち天の神様は天にいるべきでございましたと、なんと偵察どころか地上の神様のリーダー大国主に願いを打ち、3年経っても天界に戻ってこなかったのです。雨の穂ひ、なんということだ。あいつめ。さあ、困った天の神様たちは、また、とある天の神様を地上に偵察しに行かせました。その神様とは、リリン。雨の若彦という立派な神様。今度こそ地上をちゃんと治められるように、弓と矢を持って、降りていきました。かしこまりました。今度こそ地上の国を我々天の神様のものにいたします。しかし今度は地上の神のリーダー大国主の娘スタテル姫を見ると、あっという間に恋をしてしまったのです。まあ素敵なお姫様だ、私と結婚してください、私の妻になってください。そしてなんと雨の若彦は8年経っても天界に戻ってくることはありませんでした。とほほほ、ああ雨の穂ひに続いて雨の若彦まで、ね、ということが。困ったな困ったな、アマテラス様が怒ってしまうぞ。よし、こうなったら最後の切り札だ、あいつに降りてもらおうと、地上に降りた神様が、この竹三日土の神なのです。竹三日土はこの船
の形をした雨の鳥船の神も引き連れて一緒に降りることにしました。ああ、もうこうなったら三度目の正直よ。竹三日土、今度こそしっかり地上を偵察してね。あなたは天つかみの中でも一番の力持ちなんだから。はい、かしこまりました。天照様の言うことは何でも聞きます。私が地上に降りていきましょう。こうして天の神様の中でも一番の力持ち竹三日土の神が地上に降りることになったのです。過去2回の失敗をもう繰り返さない。竹三日土は大国主をうーと威嚇することにしました。大国主が住んでいる出雲の稲佐の浜という浜に降り立ち、自身の持っていた戸塚の剣を逆さまにし、切っ先の先にあぐらをかいて座り、こう言い放ったのです。大国主よ、私は竹三日土だ。天照様よりおせつかい、この地上に降りてきた大国主よ、あなたが治めているこの美しい国はそもそも天照様が治めるべきところ、そう今こそ我々にこの国を譲るのだ。そうどうする？そんな理不尽な、そう大国主、どうする？と言い放った竹三日土の神。大国主は、怖いよ、怖いよ。竹三日土様、私はもうこの世にすっかり年老いてしまい、現役を引退してしまいました。つきましては、私の二人の息子に相談させていただけないでしょうか。と言いました。そしてまず長男の琴城主のもとに行きました。琴城主よ、お前にすべてかかっている、頼んだぞ。しかしなんと琴城主は、怖いよ。だってさ、あの竹三日土って天上の最強の神様なんでしょ。そんな神様に僕がかなうわけないじゃん。と、なんと雨の鳥船の神に隠れてしまったのです。琴城主よ、怖がるお前の気持ちはわからんでもない。よし、こうなったらもう一人の息子竹三日土に頼むしかない。あいつはな、石をも簡単に砕く力を持つ国の神様の最強の神だ。竹三日土よ、頼んだぞ。はい父上、力仕事なら私にお任せくだされ。おい竹三日土とやら、我々の国は譲らんぞ。そんなに欲しいなら力比べをしようではないか。私は石を握って粉々に砕く力を持っている。なんだぞお主、私に勝負を挑もうというのか。いい度胸ではないか。それでは地
上の力と天上の力、力比べをしようではないか。さあ、ついに実現したのです。天の神様最強の武見勝地と地上の神様最強の武見中田、この神様の決戦を制するのはどっち。はけおーい、残った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 。天界対地上の最強決戦が始まった。互いの腕をつかみ、ぐっと踏ん張り、力を出しちゃっている。踏ん張り踏ん張り、うん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 、肩がぐっと掴んでいた竹見か土の腕がいきなり、いや、剣になった。そして握った手からは大量の血が、その隙に竹見か土が竹見な肩の腕をぐっと引っ張り、なんと竹見中田をポーイと遠くに吹っ飛ばしてしまいまして、うん、ちょろいもんだ。それ以来竹見中田はすっかり落ち込み、ああ、どうせ僕はどうせ僕は石を砕くことしかできないんだ。ああ、僕は一番の力持ちではなかったんだ。とすっかりいじけて、長野の諏訪というところに隠れて暮らしてしまいました。さあ、大国主よ。それでお前の二人の息子も私の前では力及ばずだった。さあさあ、お前さんどうする。大国主は、ははー、参りました、私たちの負けでございます。こうして大国主ご一行は天の神様の前で乾杯を認めたのでした。アマテラスたちに地上の国を譲ることにしたのです。こうして時が経ち、さあ、ついに天の神様たちが地上に降りる時がやってまいりました。アマテラスはこう言いました。私が地上に降りることはできないから、私の孫ニニニノミコトに代わりに地上に降りてもらうわ。いざ天孫降臨よ。彼は赤ちゃんだから、神様たちちゃんとお供してね、よろしくね、と天の神様たちと一緒に地上に降りていきました。すると、あ、ちょっと待ってちょっと待って、私は天に残っている必要があるでしょ、だから私の代わりになるものを皆様にお渡しするわ。というと、アマテラスは、はい、私の代わりにこの3つを持ってって、まずは鏡、これを私だと思って大切にしてね。次は、勾玉、これは神様の魂。そして、えい、剣よ、これは地上の世界で嫌なことがあったとき、
また自分が落ち込んでしまった時に嫌な思いをえやって断ち切っていつもの自分に戻るためのもの。だからこの3つの神器をちゃんと持ってってね。それではいってらっしゃい。武道の神様武見勝地と武見中田2人の戦いはこうして天の神様が降りることで穏やかに幕を閉じたのです。日本の神様のたける道のお話でございました。いかがでしたか。このお話ちゃんと日本の神様ね、日本の神話に書かれているお話なんですね。天の神様で力持ちの武見勝地の神、そして地上の神様で力持ちの武見中田の神、二人の神様対決のお話だったわけです。さあ武見勝地の神は、ね、雷の神様でもありますよ。そして武見中の神は、ね、この武見勝地に負けてしまってから長野県の諏訪というところに隠居します。なので長野県の諏訪神社に祀られているのがこの武見中の神です。ですので諏訪神社というあの神社が全国にありますけれども、その諏訪神社には武見中の神がいます。ちなみに武見勝地で有名なのは茨城県の鹿島神宮ですとか川崎市にあります稲毛神社などがそうですね。こういった力持ちの神様というのが天界にも地上にもいるというお話でした。なかなか面白いお話ですよね。いろんな神様が会議をして怖さで逃げたりいろんな手を使ったりして、こうやって武道の神様2人が登場したわけです。ちなみに、この武道の神様の対決はあの伝統的な日本のスポーツ、そう相撲の始まりと言われております、ね、今もね大相撲がちょっとこの新型コロナの影響で延長されてたりとか大変な目に遭ってますけども、まあ、この本当に2人のこの武見勝地と武見中田の、ね、力でね、ぜひまた相撲を見たいですね。そんな日本の神様のお話をさせていただきました。さあそれではよいしょ、この恒例の儀式ね、今日出てきましたね、この大国主の神様ね。大国主の神は日本の医薬の神の一人です。医薬の神様である大国主と宿儺彦、そしてみんなが塗り絵をしてくれるであろうこの日本の海の妖怪アマビエの最強タッグで、新型コロナウイルスが一日でも早く収束してまたみんなと笑顔で会いますようによろしくお願いします。はい、ということで今日は神様紙芝居、天界と地上の強い神様2人のお話をお届けしました。紙芝居しなちゃんの夏子話、明日もまた見てね。そして家にいようね。さあみんなのアマビエ塗り絵お待ちしてます。